第67回国際連合総会は2012年9月18日から開かれた国際連合総会の通常会期である。議長には東ヨーロッパグループからブックイエレミッチが選ばれた。テーマはブリンギングアバウトアジャストメントアセトルメントオブインターナショナルディスピューツオアシチュエーションズバイピースフルミーンズセルビアのブクイエレミッチが議長に選出された。 第67回国際連合総会では21人の副議長が設けられた。以下が副議長の一覧。アンポリの常任理事国、常任理事国以外の国々、第67回国際連合総会における各主要委員会の委員長には以下のメンバーが選ばれた。各加盟国の首脳級による一般討論演説が9月25日から10月1日の 日程で行われた。第67回国際連合総会では、以下の決議案が審議された。2012年10月18日、安全保障理事会への非常任理事国の選挙が実施され、ルワンダ、韓国、アルゼンチン、オーストラリア、ルクセンブルクが選出された。ゼネラル、リベート・オブ・ザ・67ス・セッション。2019年1月23日閲覧。 レゾリューションズオブザ67スセッション2019年1月23日閲覧ありがとうございます。